通常のメジャーやマイナーコードにですね、一つ音を加えたり、通常使わないコードを使ったりして、バリエーション、曲のバリエーションを増やしていくってのはすごいですよね。はい。こうやっていけば無限に曲作りができるようになります。ただね、さっきのボサノバみたいにですね、アレンジというか、まあ伴奏が変わるだけでもすごくバリエーションが広がったっていうのはすごかったんですよ、私。はい。そこなんですね。逆に伴奏、つまりアレンジが変われば同じ曲でも雰囲気が変わって聞こえるんですね。はいはい、やっぱりアレンジなんですね。はい。それが私できないからいつもワンパターンになっちゃう。難しいですよね。じゃあ熊ひげさん、はい、アレンジって何だと思います？何だと思いますって言われてもですね伴奏アレンジ、まあ音楽理論を使った伴奏作りってとこですかね。また理論とかって言ってるそれだといつまでもアレンジも作曲もできないですよね。じゃあアレンジって何なんでしょうか。アレンジは心です。心。はい、そうです。心とまたわけのわかんないこと言ってそんな心じゃますますわかんないでしょ。いやじゃあ例えばこれまで詞を作ったりしてメロディーをつけたりしてきましたよね、はい、つまりその作った詩っていうのは熊ひげさんが歌いたいことを歌っていたわけですよね。まあそうですよね、はいはい、アレンジも同じでその歌いたい歌詞をより響くように持っていってやればいいわけです。はあ、響くようにね。ええ、そうです。その具体的にはどうやるんですか。はい、例えばこれまでに作ったような曲こんなのですけど。はいはいはい、作りましたね、はい、うん、これを例えば演歌風にするとします。演歌風にですか。はい、こんな感じになります。お、演歌ですね。これはイントロからして演歌でしょ。もろ演歌ですね。この違いは何ですかね。はい、この曲はなんだか切ないものを歌ってましたね。はい、はい、それに応じるようなフレーズを考えてそのフレーズを悲しい音が出る楽器で演奏すればいいです。ここではオーボエを使っていますね。あ、なるほど。それが心ってやつですか。はい、はい、それから悲しさをさらに出すために演歌風のリズムを使っています。ちゃ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 らららだって感じですね。はい、そうですね。はいはいはい。それからバイオリンなどのストリングスを多く使うのも演歌の特徴です。おお、ということは、はい、楽器の選択も大切なんですね。はい、つまり何かのジャンルのアレンジにしたければ、うん、まず楽器を選択する、はい、そしてリズムを選択する、はい、最後にコードなどのハーモニーを選択するという形になります。なるほど。じゃあそれが分かれば、はい、いくらでもアレンジができるってことですか。その通りです。それが証拠にこの曲を今度はフォーク風にしてみました。あ、青春フォークですね。はい、ここではハーモニカを使ったイントロになっていますけれども、うん、これもジャンルと歌詞を反映させるために楽器を選ぶということです。はい、リズムは8ビートと一般的なドラムパターンになっています。だったらですね、はいはいはい、これをロック風になんて、無理ですよね。いやいや、ロック風だって。ほら。すごいギンギンのロックでしたね。ベレボーが飛びそうでした。はい、そして最後が今回紹介したセブンスのコードを使った AOR 風、つまりアダルトな雰囲気で。いやー、これもそれらしいですね。はい、ただちょっとメロディーの感じが全体的に変わっていたような感じがしたんですよね。そうです、そうです。だから言ったでしょ、心だって。あ、伴奏やジャンルが変われば歌い方も変わりますよね。そうか。はい、そしたらメロディー立てた詞は変わっていきます。なるほど、はい、だから心なんですね。心なんですね。はいはい、わかりました。はい、アレンジは心です。よく覚えておきます。はい。